テナードラム、テノールドラムは打楽器の一つである。用途や状況によってフィールドドラムとも呼ばれる。筒状の銅の両端に膜を張った両面太鼓であり、膜名楽器に分類される。多くは軌道で基本的な構造はスネアドラムと同じであるが、スネアドラムよりもやや大きい。スティックまたはマレットを使用する。スナッピーがついていないことが多いが、 野外での更新に使用するために振動の小太鼓として、スナッピーが使われる場合もある。楽譜にテナードラムやフィールドドラムとある場合、明確な指定がなければ、スティック、マレットのいずれを使用するかや、スナッピーが備わった楽器を使用するか、ない楽器を使用するかは、作曲者、作曲された時代、地域、音楽のジャンル、曲調など、様々な要素を考慮して選択する。 マーチングバンドで使用される、マルチテナードラムマーチングバンドにおいて、3台し6台のテナードラムをセットにし、キャリングホルダーで担いで一人の奏者で演奏できるようにした楽器がある。これは、マルチテナードラム、マルチトム、ティンプトムのように呼ばれる。また、太鼓の台数によってトリオ、クオード、クイントなどとも呼ばれる。ありがとうございます。